して今回開けていきますのは S.H.Figuarts 仮面ライダーデモンズスパイダーゲノムです。はい、こちら仮面ライダーリバイスに登場する門田ヒロミ、オルテカ、ジョージ狩崎が変身する仮面ライダーで、デモンズドライバーにスパイダーバイスタンプを押印して変身した姿です。先ほど変身者としてヒロミさん、オルテカ、ジョージ狩崎と3人名前出しましたけれども、メインの変身者はやっぱりヒロミさんですよね。少し前にね、また再変身シーンもありましたしね。そしてデモンズといえば、やっぱね、序盤から中盤あたりは特にヒロミさんのストーリーだったり、オルテカだったり、その存在感がずっとストーリーの軸に絡んでたイメージですよね。でね、とにかく見た目がまずかっこいいライダーだよね。雲のイメージでこの配色っていうと、やっぱあの地獄からの死者感はありますけれども、ゴツゴツのアーマー、そして左右非対称の見た目がすっごい好きです。というわけで、外箱パッケージがかなり鮮やかなブルーになっております。デカデカとここにデモンズが映ってますね。めちゃめちゃかっこいい。ライダー50周年のロゴとバンダイナムコのロゴ、スパイダーバイスタンプのマークと S.H.Figuarts。デモンズが大きく映っていて、魂ネーションズクオリティのシールと魂ウェブ商店のロゴ、仮面ライダーリバイスのロゴと魂ネーションズ青バンダイのロゴ。箱の横側はこんな感じです。裏面このようになっております。右肩のね、クモの巣のこの造形すげえかっこいいんだけど、これが可動域にどういう影響を及ぼしてるかちょっと気になりますね。そしてプラスガンデホン50とイーグルバイスタンプがつきます。それでは開けてまいりましょう。よいしょ。かっこいい。わー、やーべー、めっちゃかっこいい。トゲトゲしい造形ちゃんと、うわ後ろやーばい、やば。前回のエビルもやばかったけど、デモンズもやばいな。はい、というわけで中身は仮面ライダーデモンズスパイダーゲノム本体と交換用テクニパーツが左右合わせて9つ、イーグルバイスタンプ、スパイダーバイスタンプ、そしてガンデホン50。まずはガンデホン50でございます。このね、黒い画面のとこ以外は全面塗装でございます。裏面とかモールドすげえしっかり入ってていい感じでございます。いいですね。ブルーとピンクのこのね、カラーリングがまたいい感じっすよね。そして別売りのリバイスの武器持ち用の手首に持たせてあげて、手首を付け替えればこんな感じでございます。いいですね。めちゃめちゃかっこよく決まります。銃が小さいのであんまりね、ダイナミックなポージングというよりは、なんかね、敵につけてパッと射撃してるみたいな、そんな感じのポージングが似合うと思います。ついてイーグルバイスタンプでございます。グリーンが基調になっていて、紫でイーグルが描かれております。色塗りもいい感じですね。今回は目立った塗装ずれとかはなさそう。そしてこちらもリヴァイのアーツに持たせてあげることができますね。続いてスパイダーバイスタンプでございます。カラーリングが完全にあいつなんだよな。スパイダーマンっぽさが非常にあるカラーリングですけれども、赤い雲でブルーが背面となっておりますね。塗装のズレなんかもなくて非常にいい感じです。鮮やかに塗られてますね。ちょっとデモンズ本体にも手に持たせてみましょうかね。それではデモンズ本体見ていきましょう。めちゃめちゃかっこいいですね。まずは頭部を見ていきましょう。いいですね。このね、肩のここから中心からね、こうクモの巣がバッと広がってる感じがね、顔にもこうやって放射状に広がっていて、それがね、このトゲトゲしい、この造形につながるわけですよ。いいな。右目絶対この線邪魔だろうって思いますけどね。複眼もですね、クリアパーツで表現でございます。このいびつな形の複眼がまたですね、表現されてていい感じでございます。そしてここから後頭部に向かってね、この丸いやつ、どんどん続いていく感じ。これちょっとなんか独特の造形だなってずっと思ってましたけれども、ここもね、続けてクリアパーツで表現なんですよ。贅沢ですね。そして他ライダーと比べてもさ、メカメカしいんだよな、こういう造形。細かいとこまでモールドが入ってて、かっこよさが見事に表現されてる。そして右肩の特徴的なこのクモの巣の形状ですね。真ん中にクモのマークが入っていて、ちゃんとここからね、こう広がっていくんですが、本編のスーツと同様に、この辺りはね、こう点々の死亡加工って言ったらいいのかな。このブラックの中にある模様がモールドできちんと表現されていて、で、ここね、真ん中から下らへん。この辺りはこのね、加工がないんですよ。これも本編通りですね。そしてこのね、途中から別素材になっている。これもスーツ造形、これ本編通りで、ここがね、軟質になってるんですよ、今回。このね、上のとこはちゃんとね、硬い素材なんですけど、ここが軟質になってて、これがね、また腕をこう広げる時の、硬い部分と硬い部分がねぶつかりやすい本来のはねそういう形状になってますけど、ここに軟質が間に入ることによってちょっとショックが和らぐというか、とはいえね後で可動域を見ていきますけど、さすがにね水平までは上げることができなさそうですね。で放射状から伸びてますので、左肩側は頭部と同様にこうやってトゲトゲしい造形になってます。ここもまたいいよな。いやいや改めて見るとヒーロー感やばいよね。そしてこのデモンズドライバーですよ。いやーゴツゴツでまためちゃめちゃかっこいいっすね。そして分厚いな。ベルトがでかいです。そしてベルトの左右にはスタンプをこれねはめられる場所があって、付属のバイスタンプを装着することができます。足回りも細かくトゲっぽいのがついてて、いや細かいな。この辺りは取り扱い注意っすね。変に持つとさ、ここまた指も痛くなるし折れちゃったら大変だもんね。そして後ろ姿でございます。すごいな。後ろもさ改めて見るとめちゃめちゃかっこいいですね。そしてなんか背中のあたりのシワ感がすごい。要素モリモリライダーですもんね。今考えれば結構急に登場した感あったよね。最初五十嵐兄弟がライダーになっていく話なのかなみたいな雰囲気の中で急にヒロミさんが変身してさ、今考えると本編の登場も突然だったけど、だからこそこのかっこいいライダーが急に登場したから、いやすげえなって思ったよね。同時にね最初変身できなかったヒロミさんが変身できるっていうことはなんかあるんだろうなみたいに思ってたけど、まあいろいろとね本編見ていくと分かりますが、かなりやばいライダーでもありますからね。可動域です。頭部と首が別々に稼働します。顔はこうやってグラグラ動かしてあげることできて、首もこうやってね前後で動かしてあげることができます。まあおそらく首は首でちょっとね回したりもできるんだろうけど、まあ顔で十分対応できるのと、指突っ込んで首回すのはちょっと難しいですので、まあその辺はねできる範囲で顔の向きを変えてあげるっていう感じ。顔を傾けてあげることできます。前後もかなり動かせますね。結構上も向けるし下もね、まあ、首の可動を合わせてですけれども、こうちゃんとね下向けてあげることができますので、顔の可動範囲はかなり優秀ですね。まあちょっと向き方によってはここのね胸パーツに当たってしまう可能性ありますので、この辺は扱い注意かな。で腕の可動です。まず右腕いきましょう。ここね、ここの肩のパーツ、これはね腕側に付随しております。いつもの肩パーツと一緒っすね。この一番上の部分、こことつながってて、このね中心のところとつながってんだけど、そこにこの軟質の部分がくっついてるっていう感じ。そうね、回してあげると分かりやすいかもね。こんな感じです。なので思いっきり腕を上げると、ここのね硬いパーツがこの首元肩元ここに当たっちゃいますので、ここはねあんまり開けるのも良くないかなっていう感じ。ただ今ちょっとこうやって腕動かして分かったけど、ここがね少しだけずれたりもしますので、気使ってゆっくり動かしてあげればおそらくそこまで傷つけるっていうことはないかなと思いますけどね。まあ雑に扱わないようにしましょう。で二の腕のロールがあって、こう肘はねちょっと引き出してあげることで90度よりちょい曲げぐらいまでは曲げてあげることができます。で手首の交換ができますので、手首も回転いたします。で腕の水平だね。これがおそらくこんなもんだな。まあまあ十分ポージングにはね対応してると言えると思いますが、あんま武器とかを手に持たせる、まあ武器パーツとか別についてないですけど、なんか手に持たせて振りかざすみたいなやつはちょっと気使うかもしれませんけれども、ちょっと腕の高さとかはね気使いつつって感じかな。続いて左腕です。ここ肩パーツになってます。これ腕側に付随ですね。これは右肩と同じ仕様になってますので、こうやってねずらしてあげることもできますし、こうやって引き出してあげることで割と水平近くまで動かしてあげることできますが、これもね胸パーツ結構ごついのついてますので、ここのね干渉はちょっと避けられないかな。まあちょっとこうやって腕を回してあげることでちょっと逃がしてあげることできますけど、絶対に普通に上げたらバチッと当たりますので、この辺りの傷がつかないかっていうのをねちゃんと注意してあげましょう。二度腕のロールがあって、肘はまあちょっとね引き出してあげることで60度ぐらいまでは曲げてあげることできますね。で手首の回転があります。胸可動ありますが、かなりねこの胸パーツの下のとこ出っ張ってますので、これがねデモンズドライバーと干渉しないようにしましょう。注意しつつですけど回してあげることができます。腰は別で可動いたしますし、ベルトも別パーツとなっております。下半身はそこまでゴツゴツしてませんので、まあいつものライダーつって感じかな。このね太もものパーツを内側に入れてあげれば足もガバッと広げてあげることができますし、前後も問題なく広げてあげることができます。太もものロール、膝も曲がって、足首の可動とつま先の可動があります。とそれではいろいろとポージングさせていきましょう。早速ですけども、右手にスパイダーバイスタンプ持たせてみました。いいですね。割とヒロミさんは、こうね、変身の時に、まず、スタンプを上にちょっとかざしてますよね。こんな感じ。うん、こうすると、ヒロミさん味が増す。うわ、めっちゃかっこいい。ある種ね、全部の登場人物の中でも一番ヒーローだもんな。こういうポージングをヒロミさんがやってると思うだけでかなりエモいですね。ちなみにね、なんとなく押印してる的なところまで手首を持っていくことができますので、こんな感じでポージングさせることもできますね。で、とにかくヒロミさんはね、もう格闘でガンガン殴って戦っていく戦闘スタイルですので、格闘ポーズが多分めちゃめちゃ似合うというか、いいね、いいね、いいね。あー、かっけー。うわ、パンチめっちゃ決まる。あ、いいな。あ、足の角度がむずい。足の角度がむずいけど、めちゃめちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいい。あ、いいな。はい、パンチポーズでございます。いや、かっこいい。かっこいい。あー、アップで見るとまたなおいいな。いや、やっべ、かっこいいっすね。超やばい。ため息もんだよ、本当にもう。前回のエビルがさ、今年最高傑作じゃねみたいに言ってたけど、いや、これまたいいの出たな。ほんとリバイス系のアーツはかっこいいな。そして同じくキックポーズですね。キックもさ、ガンガン決めてましたよね。ライダーキックをもちろんやってんだけど、普通に格闘でキックした。あー、肩が取れちゃった。ちょっとやっぱここのね、可動域気になりますね。ちょっとこうやって腕の向きを変えてあげて、ちょっと工夫してあげましょう。で、こっちのね、左肘を内側にやって、上げてる足はちょっと高めでやると、いや、かっけえ、これまた。こんなハイキックはしてたかわかんないけど。はい、こんな感じ。うーわ、いい、いいよ、いいよ。あ、かっこいい、これも。はあ、はあ、おっと、おっと、あ、これ、この角度、やばい、かっこよすぎる。いいですね、いいですね。はあ。で、今回交換用の手首パーツは、このね、人差し指と中指を立てている手首パーツが左右付属するんですけれども、これは戦闘中にデモンストリングっていうクモの巣をね、発射してる時のポージング用の手首パーツでございます。細かいね。いや、いい感じ。ピシャってね、クモの糸出してましたよね。CGA だったんでね、ちょっと指先しっかり見えませんけど、まあこんな感じ出してたんでしょう。うん。そして、ライダーキックいきましょう。ライダーキックは、どっちかっていうと正面向きだよね。こんな感じで、前に足を出していく感じかな。なので、反対の足は斜めにして、不自然にならないようにしつつ、前を向くんで、変に体が反らないように、こうね、腕の角度に不自然さがないようにしつつ、こんな感じかな。ちょっとエフェクトがね、割とがっつりクモの巣みたいなね、クモの足がガーってなってるんで、ちょっと見にくいですけど、まあこんな感じかな。うん。いや、めっちゃかっこいいライダーキック。あー、いいですね。めっちゃかっこいい。いや、デモンズ決まるわ。ポージングがマジでかっこよく決まる。いいライダーだ。はい、というわけで今回は S.H.Figuarts 仮面ライダーデモンズスパイダーゲノムご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。